地域の身近な話題をお届けする番組、ご近所チャンネルみんまいく。今回はご覧の内容をお届けします。輝くご近所さんのコーナーでは、作詞作曲に取り組む92歳の男性を紹介します。今週のご近所チャンネルみんまいけも、みんな一緒にみんまいけ。